アリカ・シュミットは、ドイツ・ボールムス出身の短距離走、中距離走の陸上選手。2017年ヨーロッパジュニア、陸上競技選手権大会の 4X400 メートル、リレーで、銀メダル。2019年ヨーロッパ U23、陸上競技選手権大会の同種目で、銅メダルを獲得。2020年東京オリンピックの 4X400 メートル、リレーのドイツ代表メンバーとして、 出場予定。日本ではアリサ・シュミットと表記されることもある。美人すぎる陸上選手、陸上界の女神、世界で最もセクシーなアスリートなどと評され、その美貌を活かし、モデルとしても活躍している。シュミットは200メートル走、400メートル走、800メートル走のランニング種目に出場するようになった。2018年には400メートルハードルにも、 出場するようになった。バイエルン州インゴルシュタットにある総合スポーツクラブの MTV インゴルシュタットでトレーニングを始めた。2017年20歳以下のドイツ選手権の200メートル種目で2位となった。2017年のヨーロッパジュニア陸上競技選手権大会でドイツの 4X400 メートルリレーチームの一員としてバネッサー2体マイケ・ゲルラッハ。 コリンナ・シュワブと共に2位に入賞した。タイムは3分33秒08で、それまでの記録を上回ったが、ウクライナチームが3分32秒82の言う、20世界新記録を樹立したため後陣を敗した。インゴルシュタット出身の選手にとしては、1999年以来のメダル獲得となった。また、同選手権の個人400メートル目の予選で、 54秒23の自己ベストタイムを記録した。この時は、リレーに集中するため、個人400メートルの決勝には参加しなかった。同年の20歳以下のドイツ選手権では、400メートル種目で2位になった。400M ハードルのシュミットのハードリング2017年10月、個人的な理由で、ブランデンブルクに移ったシュミットは、SC ポツダムでトレーニングを開始。 2019年のシーズンに先立ち SC シャルロッテンブルクに加入。2019年ヨーロッパ陸上 U23 競技選手権では 4X400 メートルリレーのドイツチームの一員として3位入賞。2019年ドイツ陸上競技選手権大会では23歳以下の400メートル走で3位。4X400 メートルリレーでは SCC ベルリンチームとして2位入賞。 新型コロナウイルス感染症の世界的流行によるロックダウンの際は、シュミットは一人でトレーニングを行い、森の中を走っていたという。ドイツが規制を緩和すると、オリンピックを見据えてトラックでのトレーニングを再開した。2020年8月の国内大会の400メートル走では52秒21をマークし、自己ベストを更新した2021年。 ヨーロッパ陸上競技屋内選手権の 4X400 メートルリレーのドイツ代表選手に選ばれた。6月のドイツ陸上選手権では準決勝でシーズンベストとなる52秒74をマークして全体3位で予選突破するも翌日の決勝ではタイムが伸びずに7位に終わった。筋肉系の故障に見舞われオリンピック選考への暗雲が垂れ込めているとも報じられた。7月 新型コロナウイルスのため1年に延期された2020年、東京オリンピックの 4X400 メートルリレーのドイツ代表メンバーに選出された。彼女はオリンピックに行きます。まだまだ非現実的な感じです。感謝の気持ちと同時に、この活動を始めてからずっと夢見ていたことを体験できることに感激しています。頑張ろう。待ちきれないよと喜びのコメントをした。 7月21日、来日し事前合宿地である宮崎県で合宿を行った。しかし、コロナ禍ということもあり、残念ながら、私たちは日本をうろうろすることを許可されていません。ホテルとスタジアムのみ、行くことを許可されていますと語った。8月5日、女子 4X400 メートルリレーの予選が行われる予定。ありがとうございます。